初めて敵の強さを3倍にしてみるアキミロです。はい、続きやっていきます。前回はね、孫権軍を京南から追い出しました。そして最後にね、また牛歩打倒の連合軍が組まれました。連合に加盟してないのは孫権だけです。なので、まあ、孔子にね10万近くの兵が置いてある状態なので、我らは県内に攻めちゃうか。牛歩は他の勢力が攻撃してくれたら嬉しいなって感じで、そうしましょう。孫権軍のね武将を確保したいということで、まず県内近くにね拠点を作って、もう一気に落としちゃいます。はい、南蛮にも贈呈を送り始めました。受け取ってくれるか。あー、断られた。マジか南蛮仲良くする気ねえのか。抜擢武将一回もね兵法を覚えさせるイベントを切ることなく育成完了しちゃいました。うわ、老戦しかねえ。武力80はあるけどなんか微妙。義勇軍が巨匠に攻めてきました。金井櫓も狙ってきました。なんだ急に来た。やべえ、今総人隊をねこちらに建設するように出してたんですけど、どうすっか。牛歩軍、牧羊はね炎症軍に襲われてるんですけど、陳留から今2万5000と1万8473が出てきてますね。これが巨匠に向かってる感じですね。さらに深夜からもね約3万出ております。円からも1万5000で、左からも来てるな8800。このカナン狙ってきてるって言ってたのはこの2部隊かな。まあ、これは撤去しちゃえばいいだけなんですよね。撤去しちゃうか。でどうしよう、まあ、陳留とかが好きだらけになったんですけどね。兵はあるんですけど落葉周りとか全然武将がいないんですよね。やべえ、ほとんどみんなこの講師にいるからな強い人たちは。牛歩軍と戦うために一旦移動するか。くー、間に合うかが問題だな。巨匠からちょっと応援部隊総兵さんを出します。さらに竜壁李宗純の水攻部隊突破突進も出します。なあ、正直きついな。これ巨匠をもう取られる覚悟で別の都市を取った方がいいかもしれません。一応洛陽からも革新隊出したんですけど、追いつけるかわからない。曹操たちがたどり着くまでちょっと時間かかりすぎるのが問題なんだよな。もっと早くたどり着いてくれればワンチャンあるんですけど、2ターンはきつい。正直巨匠周り怖すぎる。あれ、上位とか下がらねえ。マジか、これカナン狙いだったんじゃねえのか。これは巨匠狙いか。突進くらえ、ナイス。いやー、しかし3敗きついってか、上からもやっぱ来てる。突破だー。ダメだこれ、巨匠守りきれねえ。総人隊が作ってる城塞のところに部隊来てますね。魚鱗一が、これは間に合うかな。完成。そもさんに技法が効くんでかけてみます。これでなんとか耐えてくれ。劉備軍の長考隊が陳留目指して出てますね。くーどうする。そう、
高架からもね建設部隊を今出しております。巨匠を狙われる分こっち近くにちょっと陣作っといて、こっから一気に深夜落とそうかなって考えてます。長男から奮闘部隊を出します。少しでも後ろから攻撃できるように。もうでも巨匠は正直諦めてます。無理な気がする。とりあえず悪あがきで青蘭部隊に対して部隊を出します。暗礁雷迫の一番核翼だ。奮闘上の助衛隊に突っ込みます。さらに、いやー一応まだおとなしくしとくか。距離あるもんな改良隊。次のターンになったらまた別の武将が入ってくるからな。でも3倍の威力に耐えられる気がしねえな。なんとかな、技法が成功すればいいんですけど。あ、上位には効く。この下の方がな頭いいんだよな。最高知力94とか、こっちはこっちで最高知力85とか優秀すぎるんですよね。ここにいる武将が上衛にだけでもかけとくか。再び巨匠回りです。てて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 てかね。いやー海涼さん届いちゃうか。あ、上衛には技法かかりましたね。シャドウって、何巨匠に海涼隊の一射が来た。2600の3倍、7800、超クラッサー。学習隊奮闘奮闘奮闘、上映くらえ、4611。奮戦だー、鉄板もいけー。方針が奮戦習得で、また奮闘反省隊、違う上映隊、反省隊が上映隊に奮闘、両家も奮闘。くらえボロボロや。もう孫権はずっと返していってんですけど、ずっと断ってます。横領隊は陳留の危機を悟ったのか、戻っていきましたね。よし、まだワンチャンあるぞ。後世にはなってるな。ちょっと敵接近無視にしとこう。なんか横領隊の方行きそうで怖い。総評は後世さんの方行ってください。でもって助衛隊はもうちょっとで倒せるな。もう狙いを改良とかの方にしておこう。敵接近時は攻撃だ。こっちはこのままでいいや。そして粉塵とか粉刀を持ってる部隊もたどり着きましたね。ただな、あんまりここの兵減らしすぎるともう持たないんだよな。いやー頑張って出してみっか。魚鱗みんな粉戦粉刀粉塵でいきます。さらに兵5000で奮戦部隊も出します。頼む、なんとか粘ってくれ。そして落葉から兵1万、もう上衛は倒せると信じて輸送を送ります。11日かきついな。序南からも遅れねえかな。邪魔されそうだけど、花公園花公園はここに着いたか。する、2人騎兵もう大急ぎで、大急ぎで行ってほしい。頼む、もう4万持ってっていいわ。高架から原発庫原与長領の粉塵部隊出します。ちょっととてもじゃないけど追いつけないと思うけど、にしても原発庫も原与も粉塵持ってんすね。これは驚きですよ。うおー40日遠すぎる。
では巨匠周り見ていきましょう。きついぜー。くんじんじゅー暗え大量体3100ならいいよ。うんと上映体クリティカル終わったでしょ。上映体はよーし、上映体を倒したー。いけいけー。うんとうんと改良体ダブルうんと1650よーし、改良体も倒したー。いけいけー。あとはこの2万いくつのやつだ。こいつさえ倒しちゃえばいけー。戦車だー。いやーでも、あー巨匠が落ちたー。持たなかったー。くそー、やられましたー。捕まったのはドインだけですね。思ったより少なかったなー。と誰かでー返してもらうよ。言いたいですね。ちょっとできる限り戦いに関係ない人がいいな。20日は遠い。どっか近そうなところ、ジョダンとか誰もいねえのか。そういえば県令近くへの城塞作るの成功してました。よかった。もう完全にこっちのこと忘れてましたよ。こっちにもね、兵をどんどん輸送し始めます。では巨匠周りの退却戦ですと思ったら、舞台になんか出てきた。16000、やべ、これ陣作るの邪魔しに来てんじゃねえのか。これ体現象間に合え。一応長領もね、遠回りしてこの陣に入れようと思って、陣じゃない、櫓だに向かわせてます。そして曹操自ら牛歩のもとへ。ジョエを解放。いいよ、承諾交換交換。そして何番、これ受け取ってくれれば信頼になるかな。よし、受け取ってくれた。はい、信頼。これで何番気にせず丁寧に攻めることできるんですけど、今武将が足りない。いやー、やべ、これ間に合うか、かなり怪しい。さあ、はい、現象間に合うか。矢倉完成させてくれ。後ろから来てる。やっぱり狙われてる。どうだ。いやー、完成しねえかこれ。でも矢倉を壊しに来てるわけじゃないのか。いやー、そうだ、やっぱり。うわー、うわー、壊滅させられた。抜擢武将発見です。統率武力がいい感じですね。統率と武力、トンニーお願いします。陳流劉備が攻めてるうちに我ら古老館に行きます。もう楽ように舞台入ったんで、加工トンたちももうこっち連れてきました。もうやっぱね、分散して勝てるほど3倍甘くねえわ。まあ一応ね、言うて2部隊あれば倒せるとは思うんですけども、念には念をです。古老館にね、すごい部隊送ってくる可能性があるんで油断しない。加工園もな、連動覚えてくれればいいんだけどな。いやー、でも今回は2部隊でいっか。いや、ほとんど全ての兵力を2部隊に投入しよう。その代わり連動覚えてくんねえかな。セーラー行くぞ。連射連射連射連動連射45000。いや、ちょっとここを少なくすぎると攻められるか。45000じゃなくて4万だな。4万で戦闘は加工園じゃー。これで古老館に突っ込む。さらにだ、まだ終わらん。まだだ、まだ終わらんよ。ということで加工と孫悠良藩、そろそろあなた方も連射覚えてもいいんじゃないですか。結構経験値入ってるよ。連射正射正射連射連射
の4万いってこい。計8万じゃ。ではコロカン攻め開始です。そして巨匠から部隊が2部隊出てきましたね。いや3部隊出てきてる。これはちょっとコロカン無理か。間に合えばいいんだけど、兵法さえ出てくれれば、兵法さえ出ればいける。敵がたどり着く前に撃ち抜いてくれ。今のうちにジョナンから建設しに行っちゃいます。ジンダもう巨匠にすぐ攻められるように、前と同じですね、巨匠を通した時と同じようにここに作って一気に攻められるようにしておきます。ではコロカン周りです。頼む、兵法出してくれ。あと技法いっぱいかけました。ちょっと何部隊か無理だったんですけど、結構いけるって言われたんですよね。戦車だー、加工トンタイ、そっちかい。技法がかかりました。何部隊かに連動、いけー、コロカンに直撃、狙撃キング。そして操作が連動シュートでいいね。さらに加工トン部隊の2連射、しかしそっちかい。武器も連射習得、賞金も連射習得、いいねー。技法は無理か、つつにかかってる部隊がいるか。やりましたー、コロカン陥落。そして両戦が青鸞習得。お、罠だ、いいね、商用が罠習得。これは洛陽の都市兵法か。そして孫悠と両反応ダブル連射、いよいよ撃て撃て。もうこの際倒してくんねえかな。ダーコージュンがこっち来てる。これダメだ、撤退倒される。神竜はでもまだ戦ってるんだけどな。チャンネルの再生リストにはゲームごとにまとめたリストを用意しております。何のゲームをやっているかぜひ覗いていってみてください。